ミッキー・トーマスはアメリカ人のロック歌手、ブルーズ歌手、ジェファーソン・スターシップ、スターシップのリードボーカルとして知られている。子供の時から長く友人であったチャールズ・コーネルとトミー・ベランと一緒にビートルズの公演を見に行こうと1965年にアトランタに旅行したことがトーマスが音楽の道に進むきっかけとなった。その後、トーマス、コーネル、 ベランの3人は自分たちのバンドを結成した。この時はベランがリードボーカルを担当したのだった。3人がそれぞれ別々の大学に進学したためバンドは解散した。しかしこの後1970年代初期にもう一人のメンバー、友人のバド・トーマスを加えてジェッツという名前でバンドは再結成される。トーマスは ローズ・オブ・ロンドンというガレージバンドのボーカルを短期間、務めたことがある。バンドの他のメンバーには、ギタリストのビリー・フォルソム、ベーシストのボブ・ハッチンソン、キーボードに、ビリー・コレビ、ドラムに、トロイ・ブラジンガムという顔ぶれだった。トーマスはジェッツで、リード・ボーカルを担当しながらも、1974年には、エルビン・ビショップグループにバックコーラスの一員として、加わった。 そして結局はこのグループでもリードボーカルを担当することになった。このエルビン・ビショップグループでの成果としては、愛に狂ってが1976年にシングルチャートで第3位まで上昇したことが挙げられる。1979年4月、マーティバリンとグレース・スリックの脱退を機に、ジェファーソン・スターシップへの参加話がトーマスに持ちかけられた。1981年、 トーマスは2枚目のソロアルバム、アライブ・アローンを録音する。エルビン・ビショップグループの前ドラマーのドニー・ボールドウィンが、エインズ・レイ・ダンバーが、ジェファーソン・スター・シップを辞めた2年後に、公認のドラマーとなった。トーマスは1980年代前半の大部分を、ジェファーソン・スター・シップのボーカルとして過ごすこととなった。スリックとのデュエットによるパフォーマンスも、相まって、徐々に、バンド内における。 存在感は大きくなっていった。1984年にポール・カントナーが脱退した後はトーマスがバンドのリーダーとなった。1985年から1989年までの間に新しい名称となったスターシップは3曲のナンバーワンヒットを収め成功していった。グレース・スリックが再度バンドを脱退した百八十八年からはトーマスが全曲で リードボーカルを務めることになった。しかし、スターシップのポップスバンドとしての幸運も長くは続かなかった。アルバーでバンドのドラマーであったドニー・ボールドウィンがトーマスを殴り、ツアーはキャンセルされることになった。トーマスの受けた傷は顔面の整形手術が必要となるほどのものだったので、ある。この事件の後、ボールドウィンはバンドを解雇された。 本来のメンバーによるスターシップは1991年に解散することになった。1992年、ポール・カントナーはジェファーソン・スターシップをトーマス抜きで再結成し、一方トーマスはスターシップフィーチャリングミッキー・トーマスという名で新しくツアーに出ることが可能なバンドを結成した。このバンドの名前をそのままツアーの名前にして活動が続けられた。 トーマスは1976年にソロアルバム、愛は永遠にを録音している。1986年の映画、栄光のエンブレムでは、サウンドトラックとして、スタンド・イン・ザ・ファイアが使用された。トーマスはまた、映画、カクテルで、ワイルド・アゲインという曲を、映画、ロック・イン・ブルックリンでタイトル曲、シングを録音している。さらに、1989年、映画、 ドリームドリームに出演、またこの映画のサウンドトラックでタイトル曲とそのデュエットバントを録音している。デュエットバンではメルトウメと共に歌っている。1998年にはサミー・ヘイガーのアルバムマーチング・トゥ・マーズに客演参加している。2002年、トーマスはツアーバンドと共に自分がかつて吹き込んだジェファーソン・スター・シップのヒット曲をすべて録音し直している。 この再録音されたアルバムは2003年に発売されたが、バンド名の表記はなく、セントクレアエンターテインメントグループのシリーズ名が、フォーエバーゴールドと記されていただけだった。2004年にはトーマスは、ファブリツヨグロッシのプロデュースで、アルバムプロジェクトを立ち上げ、オーバー・ジェッジ・フューチャリング・ミッキー・トーマスという名前で、アルバムを発売した。2008年、エンズレー・ダンバート、 新しいアルバムで共演している。このアルバムには、オジー・オズボーンバンドの前ギタリスト、ジェイク・イーリーが参加している。トーマスは2008年後半にエルヴィン・ビショップと再びグループを結成し、スターシップの活動を停止している。2010年11月、ミッキー・トーマスは、スターシップの新しいアルバムである、ラブレス・ファッシネーションが2011年の夏の終わり、 もしくは秋になってすぐの頃に発売されると自身のウェブサイトで発表した。このアルバムは結局2013年9月に発売された。2011年7月にはもともと他のアーティストが録音している曲のカバー曲集をソロプロジェクトマローダーとして発売している。エルビン・ビショップグループジェファーソン・スターシップ・スターシップ。ありがとうございます。